ドリーム五十クラスのロードスポーツモデルで九百六十二年に製造された c r 百1カブレーシングの中期型、後期型をモチーフにし、現代風にアレンジしたものである。搭載されるハイキル気四十九 c c の a c 十五 e 型クーレー四ストローク四バルブ DOHC、短気筒エンジンも c r 百1を意識したメカニズムで最高出力五点六 p s 1500rpm という高回転型ユニットである。細めのシリンダーカラーに対して左右に大きく張り出した CR110 を意識させるカムカバーゾーッケーが特徴的でミッキーマウスというあだ名が付いており広告にシリンダー部分のシルエットを掲載した。また左右に本ダシマフラーや前後油圧ディスクブレーキなど 本モデルが設計時の水準で装備された機構も少なくない。レトロデザインによるスタイリングが特に注目され、自宅に鑑賞用としておく、いわゆる床の間バイクとしての購入も多いとされた。しかし価格が32万9千円と高価であったことや 50cc バイクは日本の道路交通法で最高速度が時速 30km までに限定されてしまうことなどから、 販売面ではヒットとならず、強化される自動車排出ガス規制に対応できず2000年までに一般向けの販売は終了した。ドリーム50はレース志向者からの評価は高く、レース用需要は衰えずワンメイクレースも行われた。このため HRC からレース専用のキットパーツの他競技専用として、キットパーツをあらかじめ組み込んだコンプリートマシンとした、 形式名 AR02 の本モデルが販売された。行動用車両からは以下の変更点がある。本モデルは Dream50 生産中止の2000年以降も継続生産されたが2009年をもって生産販売ともに終了となった。2004年に HRC 製キットパーツをすべて組み込み Dream50R に以下の仕様変更を実施し50台限定で 注文生産並びに販売されたモデルである。なお2005年以降にも、大数限定で数度の生産販売を実施した。ありがとうございます。